事をお知らせします。ああ、予約が来週になってたって。皆さんよくご存知、気づきましたね。おめでとうございます。順番変えただけ。かける順番変えただけ。別に、うん、布団は新しくなってないです。わざわざ新しく出したわけでもない。確かに今日は花柄が多いですね。パジャマではないです。じゃんこんってこんばんは。順番か。そう、なんか実は毛布が上の方がいいんですよ。私毛布2枚あるから、毛布、布団、布団、毛布でかけてます、冬は。だからちょっと冬仕様に切り替えたかな。そうなんです。ちょっと相変わらず声が出にくいんですけど、ちょっと聞き取りにくかったら申し訳ない。ないです。はい、ちょっとのど飴舐めていいですか。そう、4枚重ねします。画質が悪いですか。じゃあもうそろそろやめよう。そっちの携帯でするの。じゃあこの季節ですね。画質了解です。じゃあちょっと待ってください。ツイートしたら変えますね。行きます行きます。今6が4 3 2 1シート。あ、画質大丈夫、本当に。あ、来た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 。私も来たよ、いっぱい。来た来た。楽しかったってね、ありがとうございます。他も可愛いなって。ありがとうございます。すごい、もう、いっぱいお気に入りくれはる。かわいい。ごめんなさい。雨舐めながらだから、ちょっと。あらんこのうるさいかもしれない。すごい。そう、いろいろ見てましてありがとうございます。咲くだけって難しいと思うけどね。え、私もっと今日お話ししたかったんですけどねえ、はい、私もグイグイ行けるように頑張ります。
コアのツッコミが面白かったですね。うんうん。うーん。まだ痛がって、ありがとうございます。そう。うん。気にしない気にしない。ねえ、来てくださった方ありがとうございます。あのね、何十分のためにね、あそこに来てくださったと思うとすごい、なんか、申し訳なさとありがたみが深いです。本当にありがとうございます。うん。広島満喫できたかな？来てくださった方は。楽しかったらいいな。ありがたみだけでいいんやでって優しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったですよ。ありがとうございます。自分はもうね、そう、あんなにたくさんの人が来てくださったのが本当に嬉しかったですね。私久しぶりに、あ、目舐めてます。そう、久しぶりにね、瀬戸内でのこう、まあ一般の方も見れる、お金のかからないね、イベントだったので、そう、嬉しかったです。大好きなね、鉄道で。このツイートが1000お気に入り行った時間ぐらいにあの動画を出そう。メールで予告してたやつ。そう、ちょっとね、喉で声が出ないとね、ちょっとなんだろうな、テンション低く感じるかもしれないんですけど、全然普通です。普通ってなんだろう、高いですね。高すぎず低すぎずです。でもちょっとなんだろう、声が落ち着いてるからちょっとテンション低く聞こえるかもしれないけど、あ、低く感じませんって、優しい。ああ、確かにテンション高く喋ると喉に負担かかる。そうなんだよね。うーん、ながら可愛いってね。どっちどっち、こっちこっち。のど飴はね、美味しいです。でもこれ美味しいっていうよりすごい喉にいいやつ。あの、この前お誕生日でもらったやつ。ちなみに言うと、まんじさんの声の時も結構声枯れてて、だから結構低い声が出ました。なんか、そう。お、今425、いいね。すごい、67万。返信来てる。ココアを頼むね。り、逆にすごくココアに助けられました今日ね。本当に来てくださった皆様、お、待っててね、待ってます。面白かったって、鉄道の話もっと聞きたいなね。私ももっとお話できたらよかったんだけど、行きたかった行きたかったって。でも黄色に見れるんやろうなってね。
めっちゃお姉さんしてるなって、微笑ましく、もう微笑ましかったですって。ありがとうございます。感謝状ってそう。優等生ゆみこ好きやわーって。好きなさーん。ここはガガとして守ってたねって。楽しかったって、ありがとうございます。いつか鉄道トークしたいわ。あ、ぜひぜひ。明日の13時までなんですよ。ノーウェアマンの握手会受付が。私まだメールでもツイッターでもショールームでも言えてなくて。昨日の握手会が終わってようと思ってたんです。なんでかっていうと、昨日の握手会に来て、あ、この子次も撮ってみたいなって思ってもらえたら、もしかしたらこの配信を見てるかもしれないと思って。そう。なんです。ぜひ。まあ、一時はね、撮れる枚数限られるんですけど、私、ありがたいことに、センチメンタルトレインは2時で完売がいくつか出てたので、はい。まあ、ユミリン人気だから撮れないよとかいう方はぜひ、1時は絶対撮れるんで、多分。滝の全然そんなまだまだなんで、さやかさんとかじゃないんで、私は。そうなんです。だからぜひ口で言うなら撮ってみよう。そう、自分は楽しむことだよねって。ゆうこさんも鉄道モノマネして、いやー、人の芸を取っちゃダメですよ。お、578、あと半分だ。ここは可愛いってね。可愛いよね。滝ゆみこんばんは。こんばんに。可愛い可愛いって。喉大丈夫？ありがとうございます。ちゃんと直します。せめて広島で握手会やってほしい。ああ、セカンド広島でする予定だったですよね。どうなんだろう。8月に発売の時は広島でやる予定だったんですけど、多分私の予想的に次もやるのかなっていう予想なので、ぜひよろしくお願いします。あとはですね、昨日の握手会ですごく、また瀬戸内でツアーやらないのという声をいただいたのですが、その前日にですね、実は、ご存知の方も多いと思うんですが、陸上公演第3クールが決定しました。わーい。広島で怖くなって夢みたいだね。そうなんです。夢みたいだって。広島で握手会やってくれたらがっつりと。じゃあ、セカンドシングルぜひよろしくお願いしますね。そう。でもね、あれね、公式ホームページでしか言われてないから、知らない人が多分多いのかなと思って、ちょっと今言ってみました。はい。そうなんです。しばらくやるかな、どうなんでしょうね。ちょっと私もその辺はわかんないです。果たして25日に滝野が出演するのかもまだ私もよくわかんないです。はい。島からだね。どこでもやるんだろうね。兵庫ね、この間セカンド第2クール1回も出れなかったからな。
そう、徳島も出れなかった、一回も。山口と広島しか出れなかった。ちょうど、ティーチャーと、あと、まじむり学園に被っちゃって、そうなんです。まあでも、どうなんだろうね。ノーウェイマンと被るのかな。どうなんだろうな。詰めばわかるんだろう。どうなんだろうな。舞台たくさん出る。一日しか出ないです。私、ゲストなので。ゲストです。はい。くしゃみでそう。くしゃみしてないです。おめでとうってありがとうございます。風邪なのかな、これは。でも、いや、この喉枯れてるのは、本当に、昨日たくさんの方が来てくださったおかげなんです。そう。鼻声じゃなくってね、なんか、ちょっと喉が、あーって感じ。そうなんです。松井玲奈さんとはお会いしたことないんですよね。握手会で映されたんじゃなくて、そう。私ね、ちょっと喉弱いんですよ。みーちゃんがユミリの話してたから？そうなの？みーちゃん何の話してたの？私の。いや、みーちゃんが噂してたからだ、それは。みーちゃんのせいだ。みーちゃんのせいだぞ。気をつけてって。ありがとうございます。今715いいね。ここはもうユミポンも偉いって。ユミポン！ありがとうございます。ユミココアーって。すごいサックスとコーヒーだ。広島まで行った甲斐があるよって。ありがとうございます。おめでとう。感謝状ツイッターって字が逆になるんよね。違うんです。自撮りすると逆になるんです。でも一人で写ってるやつは逆になったのをアプリで逆にしたから普通普通。へー、あ、ユミリンの送ってくれる新幹線の写真が何気に嬉しいって。嬉しい。鉄道の仕事はテンション上がるよね。ね。あ、来週の新幹線の番組も楽しみ。わーい。来週もよろしくお願いします。ただただユミリンが怖い。ありがとうございます。へえ、メールいいなって。ぜひ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 今日メール初送っちゃった。いつの間にか。ちょっとごめんなさい。送りたいこと送って、あと何通送ろうかなと思ったら、そう、もう過ぎてた。残念。あ、そう、それとね、今日のお昼にツイートしたやつ。ヤフーニュースのやつ。え、みんなさ、ヤフーニュースのさ、みんな返信でさ、なんだっけ。なんかトップニュース、おめでとうみたいなさ、言ってるけどさ、あれってトップニュースって、なんか自分が見てる話題によって変わんないの？例えば、この人はアイドルのやつをめっちゃ調べてるから、優先的に、滝野が出てくるみたいな感じなの。私も自分のやつ一番上に出てきたんだけど。だからアイドルをいっぱい調べてるってことかな。ね。どっち？
カテゴリーのトップがあるんじゃない？私、カテゴリーのトップだった。うん。毎日メール飽きさず送ってくれてお疲れ様です。いや、皆さんこそよく飽きずメールを見てくださってありがとうございます。 Google はそうだね。 Yahoo のジャンル別のトップだった。でもそのトップっていうのは人によって変わるのかな。どうなんだろう。トップニュースおめでとうみたいなの何人か言ってくださってるんだけど、どっちだろうね。変わるって人と変わらないって人、意味にエグサーチするのかな。ハッシュタグ読みメールでメールの返信読んでます。あとはあのスチューデンツのやつもハッシュタグスチューデンツでつぶやいてねって公式さんが言ってるからよく見てる。ハッシュタグスチューデンツはあれね、スチューデンツ見ながらねハッシュタグスチューデンツ見てるよ。どうぞ。スチューデンツ、お795、あと、お814、あと200で私のとっておきの動画解禁しちゃいます。でも私の声枯れてて、すっごいうざい。もう、喋らんといてって感じ。なんか、もう私の声で、すべてが、なんか、もう、わかったって感じ。うざくないよって、そんなことないよって、ありがとうございます。あ、ミュートで見たら私の声だけ聞かないでほしい。ユミの声はいつだってカナリアよ。ああ、ありがとうございます。ああ、そう、私すごくね、これ本人に言おうと思ったんですけど、まあ、A ちゃんのファンの人が来て、私の気の握手に。で、その A ちゃんの持ってる、A ちゃんの写真当ててて、あ、その写真すごい漏れてるよねって、A ちゃんも可愛いって自分で言ってたよって言ったら、でも A ちゃんはいつでも可愛いからなって言ってて、わあ、推しの鏡とファンの鏡って思った。そう、すごいね、私も嬉しかったからね、ちょっと本人に言おうと思って。 A ちゃん別にあじゃないです、いやあなわけではないです。素敵なセリフだねってね。なんかそう模範解答来た。いやなんかなんだろうな、それをさ本人には言うじゃん。本人には言うけどさ、なんだろうな。いや別に私の写真ならさ、私その写真可愛いよねって言ったら、でもユミリンはいつでも可愛いよって、ユミリン本人にならさ別に握手会で言ってくださったりするじゃないですか、ありがとうございますってなるけどさ、別にさそんなさ推しメンじゃない子に媚び売らなくていいじゃん。そんなさ、いつでも可愛いよとかさ、なんだろう、別に自分の推しじゃない子に自分の推しに媚び売らなくていいじゃんか、そんな。だけどそう、自分の推しじゃない子に自分の推しのことをさらっとそうやって言えるのがすごい素敵だなって思った。そう、他の人まで言えるの、あ、だからこの人はきっとその
推しメンの前以外でもきっと素敵な人なんだなって思った。でも別に本人にはあ素敵みたいな感じでしか返してないから、なんかでも私はめっちゃ感動してた一人で。DD だったらどうする？え、DD がさ、わざわざさ、DD だったらさ、私の写真つけてくれくない？だって写真いっぱい持ってるじゃん。わざわざさ、A ちゃんのさ、写真持ってこなくない？ DD は誰でも大好きだからさ、その子、いっぱいさ、ストックあるじゃん。10個ぐらい。そうだねって。ね。そう。お、ただいま、いいね900超えましたって。お、了解です。私のとこまだ817なんだけど。更新。お、919。ありがとうございます。DD は金かかるんだぞね。お疲れ様です。お疲れ様です。 DD も大変だよね。大変ですね。たわしはいかがですか？いろいろ楽ですよ。これは外の音です。気にしないで。タキナは DD 嫌い。いや別に嫌いじゃないですよ。 DD だから、なんか DD の人にはなんかなんだろうな、次誰行くか気になる。でもあと前誰行ったか気になる。なんかなんだろうな、でも DD だからって言って、ま、誰でも大好きなわけじゃないじゃないですか。なんだろうな、なんか複数はしてたら DD って言われるじゃないですか。でも誰でも大好きなわけじゃなくって、その300何人好きなんじゃなくって、300何人の中から10人好きとかじゃんか。それってもう誰でも大好きじゃなくって何人か大好き、つまり ND なわけなんですよ。はい。だからなんか前なんちゃらちゃん行ってきたよみたいな、あと誰言ってるのって聞いて、なんちゃらちゃんなんちゃらちゃんなんちゃらちゃんって言ってて、あーなんかその子と私はなんかそうなんかなんだろうな、こう魅力が一緒なのかなとか思うとか、なんだろうな、私よくそういうのを聞いてるから、あなんちゃら私のところに来る人はなんちゃらちゃんに言ってる子も多いみたいな感じの、そう、あなんかそういう、なんの共通点があるんだろうみたいな感じ。そう。あ、コンビネ好きってある。確かに、滝福とか。別にでも私、滝福推しは DD だと思うの。滝福推しは滝福推しだから。なゆみ推しもなゆみ推しだから DD ではないよ。うん。むしろなんか推し仲間かもな。なゆみ推しの方は。そう。オタクのデータ収集するなって。いやなんかさ、それで、あ、私のことをしてくれてる子はなんちゃらちゃんをしてる人が多いから、じゃあ、ちょっと今度声かけてみようかなとか、一体何が一緒なんだろうとか。そう。あ、とろみちこっことかね。ねえ。そうそう。お、ユミリンとマイハだけ好きです。ええー、嬉しい。ありがとうございます。ナイミいいよね。ねえ、ナイミよき。STU 何人か。もうじゃあ、船押しです。船押し。STU 箱押し。船押し。あ、じゃあ、ニャーポッポでって。ありがとうございます。うんうん。お、ユミヒナ推しです。ありがとうございます。今度誰推しか言うわ。おー、お待ちしてます。
そう、逆にさ、誰推しか言われたらさ、その人とのエピソードが話せるんです。わざわざ隠さなくても、なんちゃらちゃん推しなんですって言われたら、あ、なんかメールにも書いてないし、ツイッターにも書いてないし、ショールームでも言ってない、その、あなたの推しとの私はエピソードがあった時は、が多いから、その時だけの話。あ、この前、なんちゃらちゃん、アイス2個食べてたんだよ、みたいな 感じで。そう。だからぜひね、推しじゃなくても握手着てみてください。はい。その私は推しじゃないから嫌ですとは言わないから。ねえ。お、1000いいね超えたよ。本当に。本当だ。やったー。STU メンバーのツイッター、10時間前の藤原あずさですに、奈々さんがいいねしてる。ねえ。久々に、ひとちレモン味、イカ天を食べたらめちゃくちゃ美味しかったーって。かわいい。これ昨日の写真かな？昨日あずさかわいいって言ってた。あ、そうですよね、あずさ。推しの人からしたら。毎日可愛いですもんね、あずさは。ごめんなさい、ごめんなさい。失礼いたしました。え、違う違う、通知が来るの。私さ、自分のさ、ツイッターとさ、メンバーツイッターでさ、アカウント2個あるからさ、なんか、ツイッターに通知が来ると、どっちに、開いたらどっちに通知が来ましたよって来るの。でね、今メンバーツイッターの方に通知が来てたから、何かなーと思って。たらそれだった。今私も時々いいねしてもらうもんね。この前の七並べのやついいねしてもらったもん。フォロワー何？4万300人強です。4万400人になったらいいな、今日中に。ね。フォロワーがどんどん増えてくの嬉しいですもんね。そう思わない？こんばんはって、こんばんは。はい。お待たせしました。じゃあ。私の、推しの、私の推しの、ワンショット動画会を。レポはないです。レポはないです。本当に。当たって、テンション上がってる、さきのが撮った、ワンショット動画会。はよ、乗せろやって感じですよね。ごめんなさーい。岡田が DD だったらどうする？あ、奈々さん DD ですよ。奈々さんみんな大好きですから。奈々さんは多分世界中の人類みんな好きですよ。はい。多分奈々さんを嫌いな人もいないし、奈々さんが嫌いな人もいないと思う。そんな奈々さんは人を嫌うような人じゃないので。はい。ふふ。はい。そうですよ。多分皆さんのことも好きですよ。だって、そう。私の好きな人はあなただよって言ってたじゃないですか。あなたが好きなの？私の好きな人はあなただよって。ってこうやってるの、ずっと。かわいいよね。はい。それでは。私のワンショット動画まで。はあ、7、
6、5、4、3、2、1。ちょっと動画だから長い。動画だからちょっと送るのが。お、遅れた遅れた遅れたよ、皆さん遅れた。遅れた。来ましたー、来た？通知来た？来た？私も見に来ます。わーい、可愛いのを飾って、可愛いってふふ普通に笑っちゃった。ちょっと私も聞こう。あー、このありがとうございます、汚い。あ、もう静かにして。あー、もう、静かにして。オタクありありすぎて笑っちゃうって。え、皆さんもそんな感じ？もう自分の声入っちゃったみたいな感じ？ならない。推しのさ、声だけの動画欲しくない？なんで私喋っちゃったんだろう？そう。まぁちょっとあるあるって。ね。最後まで我慢する。やっぱり私まだ多分足りないんだと思う。そのなんだろうな、そうだってワンショット動画界まだ慣れてないからさ、私ついつい喋っちゃう、自分の声入っちゃう。わー、また当てよう。誰か連番しましょう今度。なあさんのさ、可愛かったジャケットサイン、滝野のジャケットサインはね、これ違うの。ナナさん可愛いの。おたったかと、おめでとうございます。私の生まれてきてくれてありがとう、ありがとうございます。どういたしまして。これは何が違うでしょう。正解はこの滝野由美子は石田みなみが、石田みなみが書きました。私ね、みーちゃんにサイン書いてる時に今何分って聞かれて20何分って言ったの。そしたら ST48 ゆみりんって書くんだけど、ゆって書くのがにって書いちゃったの。20何分って言って、あーって言ってたらみーちゃんが、ごめんねーって言いながら、2を S にして ST48 って書いて、滝野由美子って書いてくれた。そう。あとは、これ。これは、あれですね。これシールになってます。ほら。これも当たりです。これも当たり。これね、もう一個大きいのもあって。で、もう一個大きいのがあるんだけど、それは売り切れちゃった。もう。滝野さん兄弟、滝野。そうなんです。ああ、これ廃棄。これが廃棄のシール。例の。メール撮ってる人にしかわかんなかったネタ。視聴者プレゼント、いやー、握手来たらもらえますよ、運が良かったら。はい、うーん、
返信来てる。19日見に行くよ。ありがとうございます。私も見に行きます。なあちゃんもだんだん可愛くなっとる。ユミポンも、写真見るたびに、ユミポン!ユミポンです。なあちゃん、ねえ、ほんとに。ほんとに。この撮影者うるさいなぁ。そうなの、ほんとに。ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに。あ、ツイッターのできたっていうのは、そう、リンク、リンク。リンクする。もう2000回再生されてる。すごい!皆さんのやつは何回されてるの?自分の推しは大体。ワンショット動画から当たった方は、自分のはな、載せてる人多いんじゃない?載せてる人は何回再生されてるの?これって大体何回再生されるの?ありがとうございますが、ガラガラ、そうなの?本当に。本当に。ちょっと羨まーって。500ぐらいって。へぇー。まず当たりませんって。なるほど。300回。へぇー。あえて載せないね。そういうのも素敵だと思います。ね。ちゃんと自分のね、自分に撮ってもらった動画だからね。こう、自分だけ、そう、惜しむのは独り占め。ねえ。ですよね。一人で見て笑ってる。自分だけの宝物の方がいらっしゃるかもね。ああ、100ぐらいって。あ、元からない。なるほど。あ、載せない方結構多いんだ。恥ずかしい。確かにな、名前入るしな。なんだっけ。あ、なんちゃらさん。会いに来てくれた?めっちゃ嬉しいわ。あ、違う。なんちゃらさん。会いに来てくれたん。私も会いたかってん。めっちゃ嬉しいわ。そう。この動画を皆さん何回、多分、あれです。ツイッター上にいっぱい載ってますよ。昨日の。ワンショット、ハッシュタグワンショット動画とかで検索したらいっぱい出てくるんじゃない?いっぱい出てくるんじゃないですか?そう。多分昨日の大阪来てる人しか。そう、昨日の5番目。そう、昨日のワンショット動画の5番目のやつ。大阪ずるいですね。大阪楽しかった。そう、セリフの5番目。そうなんです。あとはね、なんだっけ。なんか、耳まで赤くなってる。照れてる。みたいなやつ。ちょっともう忘れちゃった。あとはなんか、焼き芋どうぞ。みたいなやつと、なんか、何々さん、他の子のところ行ったらあかんよ、みたいなやつを、たくさん、私の写真じゃないのを陰ってる人に何人に言ったことか、それを私に言わせてどうするっていう、そう。それはもう推しに言ってもらいなさいっていう感じでしたね。私、だって、そんな私だけ、私以外のところ行ったらあかんよって、そんなもう、もう、ねえ、言ってください、もう。あ、DD は言ってほしいの?あ、DD は、あれを選ぶの?へえ。
でもだからさ、だからさ、ディーディは私の写真つけてくるって。何私の基準、その。だって写真いっぱい持ってるじゃないですか。ねえ。あ、これは嬉しいね。ねえ。素敵な誕生日プレゼント、そう。最高のプレゼント。よかったねって、よかった。動画撮ってユミリンの顔が想像できますねって。あー、推しメンから生誕コメントが欲しくなりました。うん。ひえー。ちょっと今松岡夏美さんのやつ見てた。村重さんのちょっとツイッターに流れてきた。あ、すごい、もう4000再生もいってる。そのうち4回はある。え、質問質問。これはさ、何回見てもさ、何回も入るの？なんかさ、YouTube ってさ、なんかさ、何回見てもさ、1回しか入んないとか、1日1回しかカウントされないとか言うじゃないですか。Twitter はどうなんですか？Twitter はどうなんだろうな。一回？ツイッターもそうなんだ。え、じゃあ私さ、4420人が見てくれてるってこと？へえ。あ、ツイッターアクティビティ見てみよう、久しぶりに。これだとね、どう？なんかつぐつぐさんみたいな口してない？自分で言うのもなんだけど、なんかつぐつぐさんってさ、こんな感じの口してない？なんか可愛い感じの。あ、ゆみに外れないってありがとうございますね。確かにって。まあ、なんかなんだろう。めっちゃ似てるんじゃないじゃなくて、まあ、そうか違うかって言われたらそんなんじゃないみたいな感じの。そう、自然光のやつ。私のメールの。感謝状のやつ。題名ネクスト。雰囲気似てる？へー。狙ってはないですね。あ、今日の髪型。今日はね、これハーフアップじゃなくて実はここで止まってんの。だからほら。ハーフアップではないんです。ねじって入れてる。広島でよくヘアメイクしてくださるヘアメイクさんにやってもらったんだけど、すごいもう、STU ずっとしてくださってる方だからもう、なんか、もう、だからめっちゃ今日サラサラじゃないですか、髪の毛。
すごいサラサラ、なんか私のそうなんか髪質をすごい分かってくださってる方で、そう私最近編み込みハーフアップが多いから、編み込みハーフアップじゃないストレートベースのおろしの髪の毛にしたいって言ってこれしてもらった。そうなんです。へえ。やっぱりプロは違うねってね。プロは本当にそう。から私迷ったらもうなんかお任せしちゃう。なんかさもうこんな素人がさこの髪型がいいんですこれ違うとか言ってもさ、もう所詮素人じゃないですか。でももうヘアメイクさんってヘアのお勉強もされて卒業して就職されてたくさんの髪型を手掛けてってやってるから、そういう方がやった方が間違いないと思うんですよね。うん。だからあんまり言わないかな自分で。もう本当にお任せしますって感じ。ユミン髪切りたいんです。ただそう今は切れなくって、どうしよっかな、なんかセカンド出る前か後かどっちかに切ろうと思ってて、今はちょっとノーウェーマンがあるから切れなくって、そうでもセカンドの曲セカンドの前には切らないかも。でもセカンドの後かな、切るとしたら。でも一回肩につかないぐらいにしてみたいんですよね。でなんか私ずっと髪切りたいですって言ってダメって言われてたんです、マネージャーさんに。ナーさんぐらいにしたいですみたいな、ダメって言われてて、そう。でもなんかこの前そのマネージャーさんに、私髪切りたいんですって言ったら、どんぐらいに、いいんじゃない、でもさいつ切るのって言われて、なんかさ逆にいいんじゃないって言われたら、いや待てよ滝野ってなっちゃうんだよね。そう、いや待てよ私っていつするのってなる。そうなの。なんか今はあの全部あの54枚目のプロモーション、あの54枚目はさ、だってもう全部髪の長い滝野だからさ、それ発売した時に髪短いってなったらさ、ちょっとなんかあれじゃんね。からそうってなったら、54枚目が出た後ってなったらセカンドの前だなと思って、でもセカンドの前に切って、やっぱり私なんでセカンドの前に髪切ったんだろうとかなったらさ、だってさちょっと嫌じゃないですか。もうなんかさセカンドシングルがさもう黒歴史とかなりたくないじゃないですか。なんかそうセカンドの曲中にもね、そうなんです、まあ、どういう曲かにもよりますよね、ぶっちゃけ。でもこんぐらいは切りたいんだ、一生切れないかな。そう一生切れないのかな私。
どっちも可愛いやつか。それは多分、もう、皆さんの意見を聞いてたら、私はちょっともう、キリがなさそうなので、もう、自分の独断と偏見で、本当に切るときは切らせていただきますので、ぜひ、なんか、はい、ご了承ください。ただ言っとくの、私は染めません。ずっと黒髪です。まあ染めたら、めっちゃ仕事、大事な仕事が、人生かけてる仕事が入ったんだなって思ってください。なんか、ドラマの役でどうしても染めないといけなかったとか、例えば、モデルさんをやるにして、そこの雑誌は、ちょっと、なんか、茶色い髪の方がいいとか、かもしれない。だからそう、多分私が染めた時は自分の意思じゃないと思う。まあでも、染めません。基本。染めません。黒髪好きなんで、基本。私、高校卒業した時に、次の日に会った友達がみんな染めてたんです。みんな、卒業式の日に髪染めに行っちゃって、ピアス開けに行っちゃって、なんか本当に、冬休みじゃない、春休みに会って、集まった時に、みんな茶色くって、私ともう一人ぐらいだった。髪染めてないの。そう。なんかまあ、多分皆さんの学校もだと思うけど、まあ、高校、うちの高校も髪染めちゃダメだったし、まあ、ピアスも開けちゃダメだし、メイクもしちゃダメだし。まあ、普通にそれを守ってる高校だったので、まあ、やっぱりね、ダメダメって言われたらちょっとその反動でね、多分みんな染めたくなるんだと思います。でも私は、この黒髪ストレートロングにずっと憧れてて、なんか、まあ、個人の意見があると思うんですけど、私は黒髪の女の子が史上最強に強いと思うんですよね。もう、なんか、こう日本の美じゃないですか？黒髪って。なんか、そう、つくしちゃんが好きなんです。つくしちゃんとミカちゃん。恋空のミカちゃん。君に届けのサワコちゃん。花壇のつくしちゃん。私の好きな少女漫画、ドラマ、映画の主人公はみんな黒髪ロングなんです。だから私も、そう、物語の主人公になりたいですね。いいね、なんか、ヒロインとかしたいですね。ヒロイン。たまらない、演技力。ちょっとな、足りないものがな。私そこがな、大幅に欠けてるんだよな。すごい、もう7688回線を見て、わーい、みんなもっと見て。あ、伸びしろってありがとうございます。もうすでにみんなのヒロインだぜ。イエーイ、やったー。
腹式呼吸。私ね、腹式呼吸がね、多分人より人並み以上にできるかもしれない。ずっとサックスやってたので。ロングトーンは40拍ロングトーンとか結構やってて、まあロングトーンは自信ありますね。結構で、いや結構やってた。そう、大体ね8拍とかなんです、ロングトーンって。かな、8拍吹いて4拍吸って8拍吸って4拍吸ってとかが、なんか一般的かな。そう、40拍ってね、40秒息吐くのとより100倍難しい。あ、専門用語、40拍ロングトーンっていうのはテンポ60、つまり4 5 6 7 8 9 1 2 3、つまり40秒間、まあ、テンポ60って1分間に60拍ってことなんで、つまり、1分に60、1拍1秒なんです。って考えると、40秒伸ばします。あ、気絶しちゃう子もいるんだっけ。あ、でも結構倒れちゃう人もいます。うん。タワーが。ひえー。私ね、翻訳機をね、手に入れたんだよな。私の翻訳機。なんかね、でもね、私の翻訳機ちょっと時間かかるから待って。待って。カメラ入力。なに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 、はい、ゴビさん合ってる、ゴビさん、お、合ってた、しゃあ、ほら、ゴビさん、はーい、ゴビさんは直訳だと変でしょう。直訳じゃないとどういう意味なの？これはなんか翻訳アプリ。そう。ゴビ砂漠のゴビかな。ゴビさんありがとうございます。わっしゃいわっしゃい。おじぎ。ありがとうございます。わーい。時のは1レベルが上がった。はて。ねえ。嬉しいですね。ありがとうございます。翻訳こんにゃく欲しいですね。あー、すごい、今ね、コメントを翻訳したの。語尾は何？だって。これはなんて書いてるの？ I'm good. いや、英語かーい。英語は読めます。ファンのチャット。あ、韓国でもよく使われていない単語です。へー。そうなんだ。なるほどね。へー。ユミコアバターイツデル。あ、ね、私さ、思ったけどさ、私が翻訳してもさ、多分さ、日本語できないからさ、日本語で書いてないんだよな。私が365日配信したらできます。はい。そうです。どなたかお伝えください。私は、365 days、ショールーム配信it.
もう配信、配信は配信だよ。配信は配信って英語でなんて言うんだろうな。配信って365 days ショールーム配信配信ってライブ、ライブしたらアバター作れます。はい、何ブロードキャットライブ、オンライブ、皆さん頭いいなぁ。ブロードキャスト、ブロードキャストって言うの。最近推しの経歴にめげてます。あ、どういうこと。自分が推してる推し歴、それとも推しの経歴、つまり私が、はい、入る前にビール乗り越してました、大学に行ってましたみたいな焼き鳥屋さんでバイトしてました、高校は音楽一筋でしたみたいな経歴、それともあっちゃん推しててマリコさんも推してて松井玲奈さん推しててみたいな、滝野推してるみたいな経歴かな。まあ今は来てるから過去はいいんじゃないですか、別に。今は行きましょう。経歴じゃなくて態度、態度がなんだっけ、ちょっともう忘れちゃった。グタさんアバターなかった。まああれじゃないですか、あれは作りたい人は作ってもいいよってやつだから、まあね、自分の推し、自分の推しにはが作りたくなかったらね、まあついていきましょう、それを。そう、作れる権利があるだけなんで。また統一してたらなんか怖い。なんかすごい、なんだろうな、団結力は深まるかもしれないけど、なんだろうな、新しいファンの人はちょっと入りにくいかもね。なんかわかんないけど、それは私のなんか、そう、あ、私目についたコメント基本的にそう、なんか誰のコメントだからとかはしない、本当に目に来い、目についたコメントなんで、それは誤解しないでください。あ、確かに誰が誰のアバターか分かんなくなる、それはそうかも。あれだね、なんか壇上読む時とか、そう、基本そう、私コメントはさ、なんちゃらさんが書いてるから読もうとかはしないからさ、特にアバターもさ、その名前も意識してないんだけど、そう、あの壇上読むときはね、そうアバターも見てるから。そうなの、だからそう、そこまで目で追えない、そうなんです、そもそもそうなんです。なんかよく、なんかそう、私ありがたいことに普通のコメントも結構目で追えないぐらいにすぐ流れちゃうから、そうなの。だからなんかそう、名前
も読んでたら私も一個も読めなくなっちゃうね。動体視力いい、動体視力もう歌えない、声が枯れて海賊は止まらない、通過するかと思い電車の窓だほら一瞬だけどホームの上君の姿気にしなくていいと思うよって、ありがとうございます。んーじゃあ増えちすぎる、かわいいってねえ、気にせんでいいよって、ありがとうございますね。あ、こっちも声枯れましたってお互いね、お互い大変だよねお互いね、お互い叫んじゃうからね、お互い全力だもんね。コメントしなければ嫉妬なんてしなくねうん、そしたら私が寂しくなっちゃう。もう一人でずっと喋っててさ、なんかなんだろうね、何にも返信ないとちょっと寂しくなっちゃう。非全力で行きます。まあね、時には歩きたくなりますよね。いつも全力なんて知れませんよ。同じコメント繰り返すのは NG でしょ。だってね、だってただやさえ私たくさんコメント読めないのにさ、せっかく書いてくださったコメントがね、どんどん流れちゃって、そのコメントしか見えなくなっちゃう。それはね、私も嫌だし他の人も嫌ですよね。休むことも大事ねえ。ええんやでって、ありがとうございます。困りますねえ。ハングルで伝統あるけど、あ、それはもうね、わかんない。もう、ごめんなさい。私、もうどっちにしろ読めないから、伝統じゃなくてもね、読めないの。無視してるわけじゃないんだけど、ちょっと読めないんですよね。あ、そうだ、私配信終わったらね、ちょっとね、見たい DVD があって、見よう。ちょっと私が好きなね、ドラマをね、そう、ドラマの DVD をいただきました。ちょっともう半に終わります、多分半に終わります。ただいま。睡眠ね、しっかりとります、ありがとうございます。睡眠をとらないとね、そう、なんか寿命が縮まっちゃうんですよ。あ、花柄のこれはね、私のお布団です。ふわふわのお布団、ふわふわ、あ、そうですよ、私のすごく信頼する方が言ってました。寿命が縮まりますよって。なあちゃんのやつ再生1万いく、1万人も私の撮ったなあさんの動画を見てくれるの幸せだなあ、なんて日だ。
あ、すごい、ココアとのやつもいっぱい返信してくれてる。リツイートもお気に入りもありがとうございます。このヤフーのニュースね、なんかいつだっけな、これね、これいつだっけな、なんかね同じこと2回言った。そう、これ新しいワンピースだったんです。うん、いい記事だったね。そう、なんかね、いい感じに綺麗にまとめてくださって、記者の方って本当にすごいですよね。ありがたいですよね、こう綺麗にまとめてくださって、簡潔に。うん、入浴剤って塩しか使わない。うん、そんなことないです。たまたま塩の入浴剤にハマってて、でももうなんか2回やるともうなんか2回やるとその入浴剤に罪はないのに、ちょっとその入浴剤のことを嫌いになりますよね。だからもう3回目は買ってないです、その入浴剤。もう二度使わないと思って。あ、これワンチャンいけるかも。夜をご主人にする夢ごとでは終わりたくない。よいしょ、いけた。あ、ちょっと待ってね。よいしょ、いけた。ああ、いっぱい見えちゃう。私の、あ、神酒がある。これで私は12時まで配信ができるぞ。ちょっと待ってね。ほら、残念、ワンピースでした。あ、お下げって見せちゃダメなんだっけ。神田明神でもらったこれって飲むものなのかな。ずっと飾ってる。これは飾っておくもの？それとも飲むものなのかな？おみき？おみきっていうの？これ。へー、飲んだら運気が上がるんだ。へー、そうなんだ。でもこれかん、あれだね、あれで開けないといけない。これで開けないといけない。神田明神、成人式の時にもらったやつ。へえ、私一つまた賢くなったわ。ありがとうございます。ショールームすると私頭が良くなる気がする。おみき。配信中はダメだよ。わかってますよ。ダメで。わかってますよ。でもこれ日本酒ですよね。私、日本酒飲んだことないんですよね。だから、食前酒？へぇー、へぇー、21なのに。うん、だってあんまり日本酒を飲む機会ってなくないですか。そんな、うん、メンバーと食べに行っても日本酒はそんな、うん、飲んだりしないな。うん、
食事では OK、まあ、OK だとしても飲まないですね、基本。そんな日本酒は。あ、なあゆみでね、いいですね。なあゆみで。あとは向こうには、なんか、成人式でもらったセット、参拝記念なんちゃらとか、なんか、嫌なやつとかある、こんな長い。枕元に置いてます。ああ、実家帰りたいなー。俺は2年帰ってない。でもそれ多分お母さんも寂しいと思う。うちは多分お母さんも寂しくないし、あんこも寂しくないし、みんな寂しくないかもしれないけど、私が寂しくなっちゃう。なっちゃんのツイッター見た？見てない。見た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 。すごい、もう1万回再生、再生いった。すごいな、ナナさんの力って。マサ再生してる。お、すごい、もう 1.1 再生回数いった。1.1再生回数。あ、1.2だ。2じゃない、まだ。あれ、2いかない。2になったのに。2いったのに。ツイートアクティビティでは2いってるのに。ないよね。私、そう、ツイートアクティビティ好き。だって。やばい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 。やめよう、僕を指示にするの。
どう？でもな、別に見てはいけないものはなかった、ここに。体重計とか 体重計とかある。体重計見えちゃったかな。何が見えた？ちょっと恥ずかしい。なんか家のもの、あ、何もつってなかったって。やだな、これ。巻き戻して再生するんだろうな、映像速度に上がったら。解析班頑張っては、また危ない。これ一回ピンバッジつけてたんだけどね、やっぱり、ね、よく見たら緑って、あー、ワイドハイターだな。泡が密着、頑固なシミ用かなですね。お騒がせしました。で、今度これで握手会行こうと思うんだ。どう？ちょっとなんか映っちゃってるわ。でも私は試験、あ、でもさ、まだ買えるよ。だって明日の13時までじゃん。ノーウェアマンの1時。わかんない。なあさん、1時でもう買えないのかな。1時で買えるのかな。でれーん、来たよー。これはなんて書いてあるんだ。ワールド選抜ジェネレーション、ワールド選抜ジェネレーション、ワールド選抜ジェネレーション。へえ。カンカンってことは火事かな。心配ですね。ちょっと心配、それは。ちょっと待ってね、これ。やめたか。あー、いい風。あー、いい風。あー、いい風。めっちゃオタク。テレビ何やってる？私この時間はね、ニュースつけてますね。え、どうしよう、この「えへへ」はさ、
でもさ、これさ、なんだろうな、これさ、なんかもういいねでさ終わらせたらいいのかな、それともさ、でもさ返信しちゃうとさ、返信じゃん、返信、いいね、でもさ返信するって言ってさ、なんて返信していいかいつも悩むんだよな。この前指原さんに返信するときもめっちゃ悩んだ。暗闇のことをさツイートしてくださってて、そう、あ、暗闇ツイートしてくださってる、あ、でも反応したいけどなんて返信しようと思ってすごい悩んでツイートしたら、もうものの数秒で帰ってきた。サッシー早いんだって、そう、指原さんすごい早く返してくださった。もう取っちゃった。ちょっと一回楽になりたい。神様ごめんだって。どうしたのって、でもあれだよね、こういう時はもういいねで終わらせしとくのがなんだよね。お母さん、お気に入りしとこう。お母さんも生まれてきてくださってありがとうございます。お雨見たって見た。11月7日まで1ヶ月切りましたね。まあ誕生日は決めました。誕生日プレゼントは決めました。新潟から初ですって、ありがとうございます。またサックス配信いいかな。あ、私サックス配信一回もしたことないですよ。私はそんなサックスをそんなに吹きません。そんなに吹かない。こうか、2万人が飲むね。ところで他のウォーは、まあでも2万人が見てくれてるねってことか。ありがとうございます。
ガーゼして太平洋た鳥肌事情。世の中便利だねって。ね。充電はね、もう回避しました。ありがとうございます。意味わからんち。意味わからんち。元気勇気ポンキッキ。いいね。ポンキッキ。燃えている僕の役割。韓国に来たら大手いくつかのついたはずなのに置いてに行こう残念。まあ、韓国に来てくれたらよかったのにってことですよね。ありがとうございます。ぜひ、瀬戸内は受せよー。瀬戸内受せよ。あれ、受せよらしい、ね。受せよ。瀬戸内受せよ。あ、私ね、この間ね、今度ツイートしようと思ってね。書いたの。見て。見えるかな？読めないんだけど、書いたの。ワジュセヨか、ワジュセヨ。ジュセヨ、ワジュセヨ、どっちなんだろう。まあ、とにかく瀬戸内に来てくださると嬉しいです。瀬戸内、そう、第3クールあるんで。第3クールあるんです。第3クールがあるんです。ワジュセヨだ。わじゅせよ。わじゅせよ。瀬戸内わじゅせよ。わじゅせよ。早く日程知りたいな。ね。そう、瀬戸内七県ツアーじゃないのかな。陸上公園。陸上公園。陸上公園があるので、ぜひ来てください。じゅせよ。これ、見えないかな。こんぐらいにしたらわかる？わかんないよな、配信じゃ。今度ツイートするので、ぜひ見てください。来るの方。そう。私からの気持ちです。これが。ここの韓国の方も都合つけば会いましょう。ねえ。やっぱりね。国境関係なくね。滝の推し同士で仲良くなってくださったら嬉しいです。読めないか。これは全選択。これはどうやったらいいんだろうな。こんにゃく、こんにゃく。これ喋るやつがあった気がする、確か。あ、これはね、日本語訳すると、こんにちは、STF48、ユミリンです。韓国語はできないが、最近ショールームでハングルコメントが増えて嬉しいです。ぜひ私のふるさと瀬戸内に遊びに来てください。瀬戸内で待ってますって書いてある。これをね、これをね、あ、STU48。안녕하세요. STU48 유미린입니다. 한국어는 못 하지만 최근 쇼룸에서 한글 주석이 증가하고 기쁩니다. 부디 내 고향 세토 우치에 놀러 오세요. 세토 우치에서 기다리고 있습니다. 와주세요って言ってない。わじせよって言ってない。あ、男の人だからバンって。バンされちゃう。バンされちゃう。そう。まあ、日本の方は変わらずよろしくお願いします。そう。
そう、男性だからどうしよう。ちょっと、配信切れたらちょっと、翻訳がアウトでした。アウトでした。炎上しちゃうって。炎上しちゃう。男性の声。男性の声入って。そう、これはね、自分で翻訳した。人うちで待ってます。が決め台詞。なんて読むかわかんないけど。ちょっと私もなんか喋れるようになりたい。女性の声に変えれるの？私そんな機能はない。私の頭の中に。ごめんなさい。ヒエタワーが。ヒエ、なんだっけな、なんだっけな。ちょっと記憶力ないんですよね。あ、ちょっと。何さんだっけ？何さんだっけ？ゴビさん！そうだ！ゴビ砂漠のゴビさん！ありがとうございます。わっしょいわっしょい。おじぎー。どうもありがとうございます。おはよう。夢を語る詩人。あ、すごい。1.8 万回線もいってます。私のワンショット動画回が嬉しいな。嬉しいな。ちょっと返信見ますね。ありがとうございます。自分も今素敵だよねってね。素敵ですよね。うんうん。死ぬ時の思いだろう。やっぱり声出ないな。そう、イモスも第3シーズンね。そうそう、喉ね、治します。ありがとうございます。無理して声出しちゃダメよって。ありがとうございます。あ、瀬戸内のおすすめとか紹介してあげたらって。あー、なるほどね。レモン。レモンは全国共通語じゃない？ね、ね、英語の、英語でカキってなんて言うんだっけ？カキ、カキ。カキ。そう、オイスター。オイスター。広島。オイスター。オイスターソース。オイスター。ウスターソースか、それは。あとは、河原そばとか、まあ、お好み焼きとか。うん、徳島ラーメン。尾道ラーメン。桃。玉ねぎ。うどん。みかん。みかん、サマーみかん、フグ、フグ、もみじまんじゅう、ひとちウェルカン。
この前テレビで飲みチラメやってたって。良きじゃないですか。いいじゃないですか。うどん言いましたよ。カープいいですね。でもそんなこと言ったらもうレノファとか言って、キリがないですからね。骨付き鳥いいですね。素敵素敵。へー。食の宝物だね。ねえ。今日夢タウンでお好み焼き食べました。いいじゃないの。いいよ。いいいい。でも食べ物って好き嫌いあるのかな。他になんだろうな。やっぱりあれかな、神社とかかな。神社って日本にしかないのかな。お寺参りとか好きなのかな。うーん、どうぞ夢を追いかけてください。ありがとうございます。神社、山口にも有名な神社ありますよ。そう、広島は厳島神社とかありますね。宗教関わってくるから。なるほどね。なるほどね。へえ。なんだ。確かに広島って思ったんですけど、あ、コンピラさんね。もうコンピラさん、コンピラさん。そっち帰ろうって。おかえり。そう、何の話しようと思ったんだっけ。そう、広島って、私広島に引っ越して思ったんですけど、すごく外国の方が多いなって思いました。まあそれはなんだろう、原爆ドームとかいろいろ平和の象徴があったりとか、あとは厳島神社があったりとか、結構こう世界中に愛される観光名所が、観光するところが多いからかなって。そう思います。山口はね、まあ外国の人がいないっていうより、まあそもそも人がいないです。日本人もいない。人がいないの。まあそれが好きなんだけどね、私。うん、別に人がいっぱいいるからいいってわけでもないし、そんな人がいないからダメっていうわけでもなくて、私は山口が好きなんで、別にそれは人がいるから正解っていうわけでもないじゃんね。そう、多いから自慢することでもないかもしれないしね。まあライブとかは多い方が自慢できますよ。もうなんか東京ドーム埋まったとかの方がね、こう多い方が嬉しいし、ありがたいしね。たくさん会いに来てください。あと握手会も、握手会も多い方が嬉しいです。よろしくお願いします。そう、陸上公演もします。握手会明日の13時までです。はい、それでは男女見ます。第13位、スランプくんさん、冠番組おめでとう。早速録画予約したよ。ありがとうございます。そっか、もう1週間後だから予約できるんだ。お待ちしてます。
12、リキアさん、今日は楽しかった。瀬戸内のお仕事、嬉しいな。嬉しいです。ありがとうございます。第11位が、たまごだんさん。あ、ジュイさん？ゴム店員さんって出る。ジュイさん？ジュイさんなんかあれだよね。卵なんちゃらみたいな呼ばれてましたよね。エッグなんちゃらみたいな。ちょっと卵でわかった。ありがとうございます。バジュセヨー。バジュセヨーじゃない。ごまぼよー。第10位が、おいでませ元気さん、千穂香の弓腰、自宅配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。第9位、はるみんさん、滝の弓子、神押し、いつもありがとうございます。あ、変わった。11位、大先生さん。ちょっと読めない。10月19日、舞台見に行くよ。お待ちしてます。ありがとうございます。第10位が、チェ・ヨンフンさん、ありがとうございます。こんばんはよー。第9位、ハレミンさん、滝の弓子神推し、ありがとうございます。第8位が、リリリのリュウキさん。お、54枚目選抜おめでとう。おー、ありがとうございます。嬉しい。第6位が、リキアさん。今日は楽しかった。瀬戸内でのお仕事嬉しいんでね。嬉しいですよね。ありがとうございます。で、6位が、リキアさん、ありがとうございます。第5位が、青いちごさん、ありがとうございます。第4位が、にゃにゃとしさん、ありがとうございます。第3位が、トムさん、ありがとうございます。第2位がマーボー、来週も舞台でも小枠でも会えるからワクワクする。おー、お待ちしてます。第1位がゴビさん、ありがとうございます。サランヘヨー、こんばんはよー、ぐらいしか喋れない、ごめんなさい。はい、そう、ありがとうございます。すごい、なんかやっぱり私のファンの人はすごくなんか心が広い方が多いなって思いますね。なんかすごい、なんか、うん、思います。ファン同士仲良くしてください。皆さん国境は関係ないと思います。私も、うん、ありがとうございます。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りやみりん、おやすみなさい。